吉井さんもおらんかったやねんか。吉井さんもおらんよ、ここ書いてるやん、亡くなりましたっつ。ああ、ほんならおらんよ。おらんって。はい、ほんならここの返事もらわないって。はい、どうぞ。おらねえよ。これでいただきましたよ、おばあちゃん。はい、何を。これを、ほら。ああ、敬老会ね。敬老会。ああ、それはありがたいけど、私は何もしきらん。きらん。はい、こちらは私の住む地区からいただきました。もうばあちゃんだいぶ食べてます。あ、そうかい、いいよ。こちらは町内の自治会からいただきました。おー、よかったね。はい、敬老会からお祝いです。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなありがとう。近所かな。はい、これ食べていいよ。うん、これ食べない。これ美味しいから。美味しいよ。これ美味しいよ、うん、あんこが美味しい。あんこ、ありがとう。はい、まあいいかいね、私一人食べても半分やろうか。そうかい、うん、尻尾もらいます。頭を食べてください。はい、もう私もおかしないですよ。美味しいですか。おいしいわ。おいしいね、うん、ばあちゃんが敬老のお祝いのお菓子を食べてます。ありがとう。おいしいわ。あんこがたくさん入ってますね。入ってる。ほんならやっぱどいれん帰ってんつまらんね。うち帰ったじゃない、わからん。ここはうちです。はい、ここ見て。はい、ここはうちですって書いてるやん。書いてるけど、あ、本人のお菓子やか。本人はあなたやろ。私もあなたが本人じゃないか。私もおかしなっちゃうけど、うん、本人はあなたです。そうか。はい、まあすみません。はい、わからんくなってしもうしかない。はい、どうも。なおらしくないな。すみません。はい、どうぞ。さあ仕事しよう。はい、皆さんこんにちは、ムッチです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。敬老の日ということで母にお祝いをいただきました。地区からと自治会から2カ所からお祝いをいただきました。ありがとうございました。はい、ということで、敬老の日の新聞の一面に記事が載って出ております。敬老の日、総務省推計75歳以上初の 15% 越しという、65歳以上は最多、まあ、3627万人ということで新聞に出ております。はい、この内容をですね、私なりに簡単にお話ししてみようかなと思っております。はい、ちなみに私ファイナンシャルプランナーという資格を取りました。これ裏ですね。これちょっと黄ばんでますけど、もう随分昔に取りました。で、むちゃくちゃ勉強したんですよ。試験受けて、これ合格したなと思って発表見たら不合格でした。と思って、それでまた次の年の2月ですね、もう雪の降る日に、もう雪根の中を車に乗って行って試験会場に行って受けました。そしたらですね、問題様式がもう年を明けたらもうガラッと変わってたんですよ。もう見たことない問題がずらっと、ほぼ見たことない、もう分かりませんでした。あ、これはもう完全にダメだなと思って、もう諦めて家に帰って、しばらくして何日かしてくると合格ということで通知が来ました。ラッキーでした。まあ一応そういうことで、まあこれはもうどうでもいいですけど、私の本業は歯科技工士ですので、まあ一応もうファイナンシャルプランナーの資格は取れたということで、ちょっとご報告します。はい、まあそういうことで、ちょっと私なりにこの記事を読んでお話ししようかなと思っております。まあ敬老の日というのは1965年多岐にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、
長寿をお祝いしようということで1965年に制定されたと聞いております。もう私ももう高齢者の分類に入るんですけど、今はですねもう65歳といっても若いので、まあ、70歳過ぎたあたりからお祝いしてもいいんじゃないかなという、まあ、風潮があります。はい、そういうことで今年は3627万人の方が65歳以上ということです。昨年より6万人増えたそうです。でこれはどん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 毎年増えていきます。これどこまで増えるのって言ったらあと20年ですね。2042年まで増え続けて、そこからだんだんこう押してくるという統計というかになってるみたいです。団塊の世代の方が1947年から1949年2年間に800万人お生まれになったそうです。まあ、その方が今ですね75歳から77歳かですよね。だからその方たちがずっとこうどん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 1942年をピークに下がっていくんじゃないかなというと思っております。ちなみにですね20年前はどうだったかというと2363万人だったそうです。で10年前は2012年ですね。2012年は3079万人だったそうです。で今年が3627万人。で20年後は3935万人になる予測であります。その中でですね、65歳から69歳までの方がまだ現役で働いているという就業率が 50.3%。2人に1人はまだ働いているということです。で70歳以上になるともう 18% にガクンともう減りますけど、まあそういうことです。で3627万人のうちに男性はどのくらいかというと1574万人、女性が2053万人。やはり圧倒的に女性の方が多いですね。75歳以上の方はどのくらいいらっしゃるかというと 15.5% で1160万人、85歳以上の方は 4.9% で68万人で、95歳以上の方が 0.5%、 うちの母親が96歳ですからこの中に入ります、60万人で、100歳以上の方がどのくらい今いらっしゃるかというのは9万526人、2000年の9月の1日時点で9万526人いらっしゃいます。ほとんど9割方が女性の方だそうです。やはり女性の方はかなり長生きします。でそういうことで今日本の人口は1億2322万人です。でこれ世界と比較したらどうなんだろうかということで、世界の人口トップ10をこちらにちょっと並べます。トップ10第1位中国14億4850万人、第2位がインドでこれも14億66万人、ほとんど変わらないですね。で第3位がアメリカ、ガクンと下がって3億に減ります。で第4位がインドネシア、第5位がパキスタン、もうここはもう2億ですね、ナイジェリア2億、ブラジル2億で、8位バングラディッシュ、8位になると6790万人です。で9位ロシア1億4580万人で、10位メキシコ1億3000万人で、11位が日本です、1億2322万人。こうして見るとロシアと2000人しか違います。 しかもですね、ロシアの領土って世界地図こっち見てもらうと分かるように、日本は
この部分しかないのにロシアってこんだけ広いじゃないですか。その広い中に1億4580万人しか人口がいないというのはちょっと驚きです。それと世界の高齢化率のベスト10第1位はもう皆さんも想像つきますね。もう日本です。 29.1% でもうダントツ第1位です。もう高齢化率第1位、で第2位がイタリア、第3位がポルトガル、第3位、第4位フィングランド、第5位ギリシャ、ドイツ、マンタ、ブルガリア、クロアチア、第10位がプエルトリコ、世界の人口の1位の中国、14億4800万人の中国の高齢化率とは第64位で 12.47% で、インドが104位で 6.78%で、アメリカが 17.04%、 ロシアが48位で 16% ということになっております。で、日本という国はですね、借金がまた多い国です。今いくら借金があるかというと、2022年6月末時点で1255兆1932億円が日本の借金だそうです。日本の予算は今107兆円です。これ財務省のホームページに載っておりますけど、でその中で 33% やったかな、その社会保障費、医療、介護、年金が一番大きなウェイトを占めております。日本は世界の高齢化率ではもうダントツです。高齢者がもう世界で一番多い国です。でこの医療とか介護とかものすごくお金かかっております。僕以前に去年母親が社会保障費昨年度510万円使ったという動画をこちらに出しました。でこれでですね、私は考えるのはもう少しでもですね、社会保障費を抑えるためにですね、皆さん健康で長生き、健康寿命を1年でもいいからもう伸ばしてですね、もう社会保障費をできるだけ少なくして、未来の子供たち、孫たちにもう借金を負わせない、で負担をかけないようにしていきたいと私は考えております。ちょっと私なりにちょっと考えたことをちょっと動画にしてみました。はい、まあつまらない動画ですけど、何か参考になればと思います。はい、ありがとうございました。失礼します。